今回は 3A のファインバブルミストシャワーのミトスについて詳しく紹介しますセット内容はこの通りですこのパッケージに詳しく紹介されていますウルトロファインバブルについてこの通り詳しく紹介されていますウルトロファインバブルの性質によってプラスの電荷を帯びた汚れを 吸着すする性質がありますそしてこのミトスの大きな特徴としては洗顔に特化した3つのスキンケア設計になっている点です洗浄力によって洗い残しが少なくなる特徴がありますまた手洗いに比べて水圧が約半分になり優しくケアできます洗顔に適した 温度に調整しやすい特徴がありますこの3つのスキンケア設計によって優しく洗顔ができますそして 3A にはこのようにスペックの目安が紹介されていますそしてアダプターの取り扱い方法や商品の仕様など紹介されています こちらが取扱説明書ですウルトラファインバブルによる洗顔の6つのステップについて紹介されていますシャワーの目詰まりが発生した時の対処方法についても紹介されていますこの点については後ほど本体で確認します こちらがファインバブルミストシャワーミトスです。前面がシルバーの仕様で、この酸水板部分がホワイト、レッドカラーがアクセントになっています。でこのレバーをこのように回すことによって、ノーマル水流からミスト水流の間で微調整して使うことができます。 ミスト水流はこの周りの穴からミストが出ますが非常に柔らかいミストが特徴でまさに洗顔にぴったりなミストに仕上がっていますまたこのストレート水流はまとまりのあるストレートでたっぷり感があります広がりがあるというよりは非常にコンパクトで勢いもあります そして、このクリップを取り外して半時計回りに回すことによって散水板を取り外すことができますこの部分も取り外せますこのミトスの場合散水板に尖っている部分がないため安全に取り外すことができます 取り扱うことができますただしこのようにオーリングなどがいくつかついています分解してお手入れする際は失わないように注意が必要ですこのサンスアナの部分をブラシなどでお手入れすれば衛生的に使えます先ほどと反対で時計回りに 回して締め込みますでこのクリップの穴の部分がこの中心部分にきますここでこのクリップを刺せば組み立ては完了ですでは重さを確認します約 248g ですこのレバー部分が若干大きめなためこのように 片手での調整は難しい点はあるものの、柔らかいミストなどはとても魅力的なシャワーヘッドです。以上が 3A のファインバブルミストシャワーミトスの紹介でした。